虹の鳥と子供たち、お空の旅一、シャボン玉編。虹の鳥の羽を見つけた子供たちは、虹の鳥から宝物を受け取り、そして元来た道を戻ります。やったね、虹の鳥の羽の宝物を一つ見つけたよね。嬉しいね。うん、この宝物忘れないようにしようね。帆船の場所までたどり着きました。帆船さん、ただいま。虹の鳥の宝物持って帰ってきたよ。また元来たあっちの岸まで私たちを乗せていって。さあみんな乗り込んで、意識を合わせて。帆船と子供たちの意識がつながり、ゆっくりと時計回りでぐるっと船の先端が入り口の方向へと向き進み始めました。うわー、気持ちいい。また潮の風が届いてきた。帆船さんに乗るといつも潮のいい香りがするよね。おやおや、船の向きが斜め45度上の方向に傾きました。すごい、帆船さん。うわー、みんな帆船が空に浮いたよ。めっちゃすごい。一枚羽が見つかって今度はお空に向かうのかな。帆船はゆっくりと進んでいきます。うわー、洞窟の天井が近づいてきた。あの天井に丸く穴を開けよ。みんなやるよ。オッケー。ほら、丸く穴が開いて開いていく。もう少し広い穴にして。任せて。そう、この穴を通って地上に出るわよ。うわー、見えてきた見えてきた、青い空。帆船さんは空も飛べるんだね。すごいね、帆船さん。帆船さんと一緒にいたらこの先もワクワクドキドキするようなことが起こりそうな気がするね。でもどこまで行くんだろう。なんだかワクワクするね。すごい、雲が下に見える。鳥さん、私たち飛んでるんだよ。すごい世界、初めてね。嬉しいね。うわー、ねえ見て見て、シャボン玉がたくさん浮いてくる。いろんな色のシャボン玉だね。何なんだろうこれ。下を見てみて、このシャボン玉、あの子のところから生まれてるよ。ほら、あそこにも、あのおばあちゃんのところから生まれた。あのお家にはたくさんシャボン玉が出ているね。どういうこと？どうしてシャボン玉が生まれるの？もっともっと意識を集中して下の人たちに意識を向けてみようよ。ああ、なるほど。あの子は可愛い子犬を優しく抱えて頭を撫でている時に、優しい気持ちがそのシャボン玉になったんだわ。あのおばあちゃんは？ああ、今からおじいちゃんのお墓参りに行くところなんだわ。おじいちゃんのことを思って、あの花を選んだ時に、
あの玉は生まれたんだね。へえ、このシャボン玉すごいね。じゃあ、あのお家は何だったんだろう。ああ、なるほど。家族がみんなで楽しそうにおしゃべりしている。そうか。家族の嬉しい、楽しいが、あのたくさんのシャボン玉を笑い声と一緒に産んでるんだ。面白いね。ねえ、見て。あそこはもっともっとシャボン玉が生まれているよ。行ってみよう。意識を集中して。ああ、学校が見える。音楽室だわ。なるほど。子供たちがみんな大きな口を開けて合唱しているところね。ぴょん弾む心で歌う歌うと、あんなにも綺麗なシャボン玉が生まれるんだね。じゃあ、私たちが歌ってる時も、あのシャボン玉を産んでたってことね。おお、あっちを見てみろよ。もっともっとたくさんのシャボン玉がたくさん溢れてるんだけど、何なんだろう。何？うわぁ、すごい数のシャボン玉。あそこはどこ？みんな意識を集中して見てみよう。ああ、野球の試合をやってるんじゃないか。僕野球大好きなんだよな。ああ、打った打った、さよならホームラン。ヤンチャーズがルーキーズにさよなら勝ちしたところだ。ファンの人が大歓声だよ。そうか、これは歓喜のシャボン玉だったんだな。そんな時はこんなにもシャボン玉が生まれるんだ。しかも赤いシャボン玉だ。面白いね。ということは、この空まで上がってるシャボン玉たちは、下にいる人たちの嬉しい気持ちや優しい気持ちや喜びや楽しいが、このシャボン玉になって飛んできてるんだね。なんだかすごくない？あっちの遠くまでシャボン玉でいっぱいね。私たちの世界はこんなシャボン玉が生まれてる世界なんだね。うわぁ、ねえねえ、あそこはシャボン玉がたくさんたくさん集まってきてるよ。初めて見る光景ね。行ってみよう。意識を集中して。うわぁ、みんなが千羽鶴を持ち寄って手のひらを合わせてお祈りをしているのね。そうか、お祈りをするときはたくさんのいろんな色のシャボン玉があんなにも引き寄せられて集まってくるんだね。うわぁ、綺麗だね。みんなの祈りがいろんなところで生まれた綺麗なシャボン玉をこんなにも引き寄せて、あんなに美しいシャボン玉の集まりを作ってるんだね。あそこは何をやってるんだろう。女の子がシャボン玉の玉を見送ってる。みんなちょっと行ってみよう。ああ、そうか。ずっと一緒に過ごしてきたペットの猫ちゃんを女の子は見送ってるんだね。見て見て、シャボン玉たちが猫ちゃんを優しく優しく下から支えて天に昇らせているみたいね。そうか、
みんなが生み出したこのたくさんの色のシャボン玉は、天に帰る時もこうして優しく運んでくれるんだね。素敵だな。猫ちゃんのその命はどこまで上がっていくんだろう。うわあ、もうだいぶ高いところまで上がってるよ。女の子がずーっと見送ってる。雲のある位置まで来たね。まだ上がるんだろうか。うわあ、シャボン玉が猫ちゃんをくるんって包んだかと思ったら、へえ、そうか。こんな風に雲になるんだ。猫ちゃんの雲は優しい桜色のピンク色の雲になったね。あ、女の子は猫ちゃんが雲になったことが分かったみたい。ずーっと流れていく雲に目を向けているよ。すごいね。わかるんだな。猫ちゃんも嬉しいだろうね。これからは空と大地でこうやってつながっていくんだね。なんだか私たちも嬉しくなるね。どうやら子供たちはこの世界の目には見えなかったその秘密を知ることができたようですね。子供たちのお空の船の旅はまだまだ続くようです。虹の鳥と子供たち、211ページ。ママホロプロジェクト。